タルススは、トルコ中南部、メルスイン県の都市、アダナから西へ約40キロメートル離れた地中海沿岸に位置する、古代ローマ帝国の俗州キリキアの首都で、タルソスと呼ばれていた、聖パウロの生誕の地である。タルススの有志以前の発展は、新石器時代にまで遡ることができる。その後、同期時代、青銅器時代の居住地が続く。そして、ヒッタイ アッシリア、ペルシャ、マケドニア王国、ローマ帝国、アルメニア、東ローマ帝国、セルジューク朝、サ、キリキアアルメニア王国、オスマン帝国と何度も侵略を受け、破壊され、支配されてきた。このうち、キリキアアルメニア王国は1198年の建国時にこの町を首都とし、1375年にマムルーク町により喪失するまで維持していた。古代の都市名は、 タルソスでタルクガミに由来していると考えられている。タルソスはいくつかの重要な通商路が交差する位置にあり、南アナトリアをシリア、ポントスへと連絡した。現代の都市の周りは遺跡で覆われているが、それらは考古学的にはあまり有名ではない。紀元前400年前期頃からタルソスはペルシアの総督の所在地だった。 その後、セレウコスアサシリアの一部となった。ローマの征服の後、紀元前66年にキリキア州の首都となり、すべての住民はローマの市民権を授与された。その後タルソスは近くの都市アダナの繁栄の陰に隠れるようになったが、その重要性は変わらなかった。タルソス,スはアナトリア中部のチュクロア平野からの陸路と地中海の海路を結ぶ交差点に位置し、 典型的な地中海性気候である。ありがとうございます。